ティス。発着生後11日目、プラケの西アフ育児日記やっていきたいと思います。はい、今日もねコオロギを上げていきたいと思います。今日は頭ついたままです。どうでしょうか、反応は。発着は下気味がいいんだよね。ピンセットで映ってないけど顔が。はい、自分で行く。はい、はい、OK。 やっぱりね、昨日のやつにあげましたけど、発着は地面スレスレというかね、歩いてるような感じも食べたい感じなんでしょうね。これはまあハッちゃんに限らずなのかな。もしかしたら、ね、最近ピンセットでちょっと食べないペスもね、同じような感じなのかもしれない。ちょっとそれをね応用してうまくあげれたらなと思います。はい、もう一匹どうですか。まだ飲み込んでないか。もうなんかね、今泣いてるの聞こえます。もうコオロギがまたね脱走してリン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 泣いてるんですよ。なんでこうね脱走したのに限ってね元気よく泣くんすかね。皆さんもそれありません？あるあるじゃないですか。見てはいるけど、ちょっとでけ。でも行った。まあ、足は取ってあるんで、うん、食べれそうですね。上手に食べますね。オッケーオッケー。はっちゃんこの調子で食べていけばね、いいペースで大きくなってくれそうですね。よかったよかった。はい、じゃあね無事2匹食べました。まあまだもうちょっとやっぱりねあれかな、2匹ずつかな。ちょっとまだ3匹食べさすにはちょっとまだ小さいかなって感じなので、もうちょっと大きくなったらね増やすのも考えようと思います。とりあえず毎日あげるんで2匹ずつねしばらくは行きたいと思います。はい、では体重測定していきます。はい、はっちゃんあげ。4グラムですね。そう簡単には増えないということで。はい、というわけで生後11日目の発着はコオロギ2匹で4グラムという結果でした。ピントが来ない。はい、ではまた。バイバイ。